日はですね、マウスピース教室をですね、始めていきます。はい、失礼します。チョークの歯ですね、まず上の歯ですね、少し真ん中の歯が前に傾いたり、ここの3番目との間で段差が、ね、あったりしますので、まあ、この部分を、ね、しっかりきれいなアーチをお作りしていくのと、少し開いてください。まあ、下の歯もですね、前の歯前後の段差がありますので、この段差を合わせてですね、しっかり、アーチが整うように、マウスピースですね、矯正で少し動かしていきたいと思います。はい、マウスピース矯正ですね、最終、ゴールができます。上下ですね、こういう形でマウスピースを使用してですね、歯並びを整えていきます。順番に外していきます。はい、まず上ですね、2番目が少し大きく前に傾いてた分ですね、ここを内側にしっかり中に入れていくのと、また下の歯もですね、かなり前後にまたつきですね、右側特に内側に入ってたんですけども、その部分をしっかり、歯を動かして、ね、整えて、上下ですね、綺麗な歯並びをお作りしています。はい、噛んでください。